かでかこちらですね、イザナミのね、フィギュア、ハイクオリティフィギュアとなっておりますけどもね、エクストラグパークで、買えたやつですね、結構ね結構な値段するんだけど、これでも作ってる途中からこれ知ってたから、なんかやっぱ出来がいいの知ってたんで、まあ出たら買うつもりでいたんでね、まあ、ちょうどよかったということでエクストラグパークで買ってきました。はい、じゃあまあ早速開けてみようか。結構箱自体もかなり豪勢な作りになってるね。イザナミすげえな。はい、こんな感じで入っております。じゃあちょっとこの封印を解いて購入してもらおう。うわ、すごっ、包まれております。なんか細かいパーツ多いしね、一個一個がかなり厳重に保護されてますな。はい、すごいな。取れるかな。丁寧に扱おう。はい、ということで、まあ、ちょっといろいろね、まだパーツが、まあ、でも細かいなこれ、やっぱり細いパーツとかも多いからね、これ結構本当になんていうのかな、細かく作ってあるんだけど、はい、外していくとその全貌が見えてくる。はい、これまあイザナミのポーズといえばこのね中二ポーズだから、はい、かなり再現されてるんじゃないでしょうか。じゃあちょっとまだパーツあるからちょっと出そうかということで、他にもパーツがあるんでそれを取り出しましょう。これがね、エフェクトパーツってやつかな。はい、かなり細かい、まあイザナミのね、周りにこうブワッて、まあ、イラスト見たら分かると思うけどついてる、やつ、こういうのもちゃんとね飾りをつけて、完成させていこうということですね。ということでなんやかんや頑張ってね、つけました。こちら、はい、光の加減でね、ちょっとあれだけど、ちょっととりあえずアップにしてみるか。はい、だいぶ存在感あるね。ちょっと一周させようか。はい、このようになっております。はい、ちなみに原型紙は原型はね、エルドラモデルのジュンさんの、原型となっております。これね、まあその、まあ、試作の時から見てきたけど、やっぱね、まあそのポイントを言うとするならば、やっぱそのほんと細かいね、このパーツのなんていうのかな、こう本当にね、なんかもう適当になってないわけ。あの例えばなんかこういう紙のねところとかって、そのもうなんか雑な感じでいくと、もう束ねてある感じになってペタッとこう埋め尽くされてる、その隙間もね、あのなんていうの、そのフィギュアの素材で、でペターンとした感じとかになってたりするんだけど、もうこれはね、もう紙の束のその細かさね、うん、でもここもしっかりさ浮いてるしさね、えでシワのね、まあ、塗装もすごいんだよね、このシワの感じ、うん、でさらに、このね、あ
ちょっと寄せるか。ジャナミさんって意外とあるんだなっていうのが分かるっていうね、この表情、はい、そしてもうほんとこの細かいエフェクトパーツのね、仕上がり、このマガタマとかさ、この剣の部分とかさ、すごいよね。もう本当にそのイラストのまんまというかさ、うん。で、まあそのね、まあエフェクト部分はそのクリアのパーツというかね、透明な素材でできてて、本当にもうイラストまんまって感じだけど、まあそのいろいろあるけど、やっぱそのね、この絶妙なバランスね、そもそもフィギュアとしての。あのさ、これさ、台座についてるところってマジで足しかないのね。でやっぱこんだけモリモリにエフェクトもついてたりするとやっぱりね、まあなんかその謎の支え用の透明なパーツとかで体を固定しないと立たなかったりするわけですよ、うん、なんだけどこのイザナミはやっぱりそういうところのそのバランス、この前後のバランスとかもやっぱ考えてやって、本当に足だけでここの台座に立てることができるっていう、やっぱそこもねやっぱこだわりポイントなんね、うん、なんで本当になんかもう全てにおいて完成度が高すぎるという、まあ、さすがハイクオリティフィギュアという名前だけあって、でお値段もそれなりにする、まあ、僕は、ね、購入した金額、まあ、2万を完全に超えてるんだけど2万ちょいぐらいね、まあそのストア見たら値段書いてるから分かると思うんだけど、うん、けど全然なんかいやそりゃそれぐらいするよねっていうね、お値段というかそのクオリティ、うん、塗りも相当いいし、うん、マジでこうキャラクターがね、モンスターが好きな人は持ってて損はないと思う、このクオリティの高さは、うん、はいやーこれすげえなーマジで、はあ、いやほんとね、いやまあ造形は当たり前にいいんだけど、あとやっぱその背中とかがやっぱどうなってんのみたいなのとかもやっぱこうやってわかるよね。やっぱイラストってさ、まあ、要するにこっち側の面しか出てきな、ないわけじゃん。じゃあ後ろどうなってんのってね、それやっぱこうフィギュア見てみないとわからないところではあるよね。うん、だから細かいディティールとかも本当にこうなってんだねっていうのが本当にわかる、うん、素晴らしいフィギュアでございます。これマジでだってさ、なんか試作品みたいのって1年ぐらい前にあったんだけど、本当なんか満を持してやっとの発売みたいなところがあるから、逆にやっぱすごいなんかこういろいろ調整されてたんだなって思う、うん、だってこれさ、モンマガでさ載せたのってさ結婚前だよマジで、うん、だからね、あの時からすると時間は相当経ってるんだけども、やっぱそれはもうやっぱね間違いないクオリティで出てきましたイザナミフィギュアね。これちなみにイザナミゼロバージョンも、あるんで、まあどっちも欲しいって人はまあどっちも揃えばいいし、まあ普通にまあイザナミが欲しいって人はまあイザナミでいいだろうしね、うん、はい、ということでこれはすげえわマジで、いやほんとね、細いパーツもいっぱいあるのに、だからちょっと取り扱いを多少注意した方がいいと思うよ。なんかその力でうんっていう風になんか差し込んだりするとあんま良くないから、ちゃんとなんかドライヤーとかで、俺ちょっと後からもう一回パーツ入れ直すけど、ドライヤーとか使ってちゃんと入れた方がいいと思う、うん、まあ、やっぱそのね、出来上がったまんまの状態のパーツだとやっぱりちょっと硬かったりするから、ドライヤーとかで温めてね、柔らかくしてそこに差し込むみたいな感じの方が
いいと思う。無理くり力でぶち込むよりね、うん、その方が安全に、このフィギュアを組み立てることができるんじゃないでしょうか。いやーこれはすげえね。もうなんか別にもうもはや言葉はいらない気がするんだけど、うん、もうちょっとだけサービスしよう。はい、ということでイザナミのハイクオリティフィギュアでしたね。これちょっと飾ろう。いやでっかマジで。でっか。いやわかるこの存在感すごくねこれね。いや満足感ある。満足感あるわ。俺あのやっぱさ、ゲームももちろんモンスター好きだけど、やっぱモンスターが好きってのもあるから、まあただやっぱこのクオリティのさフィギュアはやっぱポンポン、やっぱそのラインナップ出ねえわな。なんかアーサーもエクスラグパークであったらしいんだけど、それ見えてないんだけどね。なんかその写真で、ネットに上がってる写真でちょっと見てると、それも相当ハイクオリティなんで、ちょっとそれも楽しみにしてる、しておきたいと思います。待ってます。はい、さて、あとはまあおまけでね、こちらのシャツ。ね、T シャツになっちゃったドラーつって。パンドラ T シャツ。これでもいいっしょ。これなんかその分かる人が見たら、ちょっと遠くから見たらパンドラやなってすぐ分かるんだけど、これ近くで見ると別にそんなにパンドラパンドラしてないっしょ。うん。着やすいよ、これ。これ日常使いで全然いける。例えば、これもある。これはあれね、ラファエルね、うちのラファエルなんだけど、このやっぱさ、この細かい、なんていうの、図形によって作られてるのね、そのイラストがこう形作られているようなデザインになってて、なんで、露骨に、なんかその美少女のイラストが描いてあるみたいな感じではないわけだ。うん。だから、普段使いしやすい。やっぱこの手のさ、そのモンスターのイラストが描いてあるシャツとかってさ、なんかもう、ゴリッゴリになんかもう、ガブリエルとかだと、ちょっとまあ、まあ、モンスターのイベントの時ならね、まあまあわかるけど、そうじゃないとちょっとなかなか着づらいですよっていう人いると思うの。でも僕もまあ割とそのタイプね。だから今回のこれはマジで、あのこう、ほんと程よい加減に日常使い、普段使いできるっていうのを確信してたから、あの私ほぼほぼコンプしております。はい。これがあの噂のナイチンゲールね。これもまあ、遠くから見て、ね。で、わかる人が見たら、あ、これナイチン、すごいわかるけど、やっぱ近くに行くと、ほら、これもやっぱり、なんていうかな、図形によって成り立ってるわけだ。このもうだってもう こんなに寄っちゃったらもう分かんないでしょ。あ、みんな分かるか。みんな分かると思うけど、うん、なんか知らない人がパッて見てもん、なんかその女の子がね、こう座ってるように見えなくもないかなみたいな感じ。はい。でこれが最後ラスト、アバロンね。ほら、これももう分かる人が見たらアバロンだけど、分かんない人見たら分かんないでしょ、これ。ね。このような構成になっています。ね。なんで、もうほぼほぼコンプ。あともう一個何があったかっていうと、エデンね。ただ、エデンかっこいいんだけど、なんかやっぱ俺はね、女の子が乗ってる方が好きだから、やっぱりこうアバロン、ナイチン、そしてラファエル、そしてパンドラね、この4種類、全部で多分5種類あるんだけど、この4種類を私は購入いたしました。はい。まあそうね、普段使いしやすい、割と普段使いしやすいデザインで、出てます。なんで、ちなみに僕のこのサイズ、
僕身長180センチ、ね、でこれあの一応 XL サイズね。で XL ぐらいでまあなんかこうしっくりきてる。これ多分ね L サイズだと思う。多分これピチピチになっちゃうと思う。うん、だからまあ最近ってさ別になんかその大きめの T シャツを着るみたいなのってまあ別にそんな変な話でもないから、なんかサイズがちょっと怖いなっていう人は、まあ、とりあえず XL にしときゃ間違いないと思う。うん、もうなんかもうこの辺のね胸筋とかもうパンパンになってもピッチピチですよみたいなことにはとりあえずならないと思うから、うん、まあある程度身長あってっていう人は、まあ、この XL サイズ全然こんな感じこんな感じ、うん、割とゆったり。だって俺の腰ここだから、そこらまたちょっとあるでしょ、まあ、だから結構余裕はありって感じ、うん、なんでまあなんかその実際着たけわかんわかんないっすっていう人はまあこの情報をね参考にしてもらえればと思います。はい、まあ、僕あのエクストラックパークで買ったのは以上かな。あとパンフレットもあるけど、まあそれはまあ別に、まあ中身見せられるわけでもないんで、ここではとりあえず取り扱いませんけども、はい、そんな感じで、これを読んだらその T シャツ4枚とパンフとあと何か買ったっけ、あととイザナミのフィギュアでだいたい全部合わせて4万ぐらいいっちゃったから、うん、まあでもしょうがない、ね、もともと買おうと思ってたから、うん、そしてまあ満足、全然そのなんていうかな、高い買い物したというよりはむしろ、ねいい買い物したなっていう感じで、満足感はあります。ということでいかがだったでしょうか。こちらイザナミハイクオリティフィギュア、そして、今回はねまあパンドラとかもねあるこの T シャツの紹介でした。はい、まあ、これはちょっとねこの後3時間ぐらいね、コーヒーでも飲みながら、眺めてたいと思います。下からね、舐めるような舐めるようなアングル、ね、こんなアングルでイザナミを見たことがありますかって話でね、はい、かわいいね、はい、ということでご視聴ありがとうございました。じゃあまたね、次回、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ぜひしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。